キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、プロ野球界でこんなのいらんやろサイン。いらんやろサイン。こんなサインいらんやろっていう。へえ。それは誰が出すサインですか。その首脳陣とかが出すサイン。ベンチから出すのもあるし、うん、まあキャッチャーが出すのもあるし、はい、正直そんなサインいらんやろっていう。あるんですかそんなサイン。あるある。へえ。まずじゃあ、はい、一発目に、はい、あるチームが出してて、うん、はい、そういう意味なんだと思ったのが、はい、見破ったの、うん、こうやって触ってたやつがあるの。そのチームがね、俺、はい、俺が現役の時、うん、でこれはファーストランナーいて、はい、ピッチャーにクイックしろっていうサインらしいの。へー、いらんやろっていう。ファーストランナーいて、これはだから首脳陣が出してるわけですよね。もうベンチから多分来るんだろうね、うん、はい、キャッチャーに、うん、でキャッチャーがこうやってピッチャーに出してるんだけど、はい、でまあベンチから来なくてもキャッチャーがこうやってやって、うん、これがその俺が解析した結果、はい、クイックをしろっていうピッチャーにサインらしくて、はい、うん、いらんやろ、言わなきゃクイックしないのっていう。ああ、そうなんですね。改めてクイックしろっていうサインいらんくないっていう。まあ、確かに。そんなもんお前ランナー足速いって分かってんだから、うん、いじいじ出さなくてもそんなのやるやろっていう。ピッチャーも分かってますよね。でもやんないからだそういうサインができたんじゃないの。ロッテはなかったもん。そうですね、うん、口で言われるからクイックしろっつってまあでもこうピッチャーの意識づけのために。いやいや、意識はしてなさいっていうそうですけどねそいつがランナー出た瞬間に、あ、盗塁あるかもと思わへんのっていう、うん、思いますよね、うん、はい、あえているみたいな。だってよ、はい、ランナーでよ、うん、ダイソーで、うん、ロッテの和田が出てきましたって、はい、言わなきゃこいつ盗塁するよって言わなきゃ分かんないよっていう。分かりますねちょっと忘れがちなピッチャーだったんじゃないですか。いや忘れへんやろっていう。だってもうランナー誰がいるか分かってないんだよ。もうそれ野球やるしかないよね投げることに必死で。だってランナーもう投げることに必死で、ダイソー出たことも分かんないの、はい、でどこに塁にランナーいるか分かんないの。もう野球やめた方がいいよね。そうですね。それだったら投げる位置も分かんないですよね確かに。で、うん、次が、はい、ベンチから来る、はい、ってサイン。ん？ファースト空いてるから広くなっていうサイン。ほう、はい、もう勝負か敬遠か決めてくれっていう。ほう、何広くで打たれたら広く行けっつったろって言われるし、はい、広く行けっていうのはだから敬遠ってわけでもなく、なくフォアボールでもいいよ、うん、甘く投げんなよっていう、うん、でもさ、はい、勝負に行くってことは甘くなる可能性もあるわけよ、はい、で勝負に行くってことは激戦どこでもヒットになる可能性もあるじゃん、うん、まあ、これどっか言ったことあると思うけど、はい、そういう指示マジやめてほしいよね。もう勝負か敬遠か、その中途半端な指示やめてほしいよね、うん、もう勝負か敬遠か決めてほしいよね。分かりにくいですよね、それだとね、うん、で、それ正解は、うん、フォアボールは怒られないけど、はい、打たれたら 100% 怒られないそれでも勝負行く、そんな覚悟ないよ。うん、そうですね、うん、中途半端な指示やめてくれっていう。さあ中途半端な指示はやめろって、ね、うん、そうそう。で、次が、はい、銃刀で、銃刀防止で、はい、1、3塁、うん、で、うん、キャッチャーがサイン出したらセカンド投げるか自投かっていう時の、はい、うん、もう俺はもうずっと自分でやっててもいらんと思ったし、はい、今やってるチームも選手もいるけど、もう絶対いらんと思うのが、うん、はい、ファーストランナー走りました、走りました、うん、で1回、はい、三塁見てから、うん、三塁ランナー見てからセカンド投げるっていうこの動作あんのよ。大体1、3塁の銃刀防止のサインは、うん、はい、セカンドスロー、うん、三塁を見てからのセカンドスロー、はい、ピッチャーカット、うん、でノースロー、はい、離島でノーソル投げない、うん、でもしくはもうそのまま三塁投げるっていう、はい、三塁ランナーの大リードを殺して、うん、まあ、大体ここぐらいだろうね、はい、あ、どの球団も、はい、ってなった時に、うん、まあ、そのままセカンド投げるはいいね、はい、ピッチャーカットもいいね、うん、で離島もいいね、投げないっていうね、あ、こうやってもう投げるふりして、うん、飛び出てくるかも分かんないから、はい、それを刺すっていうね、うんうん、でそのまま三塁投げるっていうのも、はい、いきなり三塁投げると思ってないから、うん、ダブルスチールを狙ってちょっと前がかりになるところを逆つけるっていうのをサインもまあまあいいね、はい、うんうん、三塁ランナー見てセカンド投げる、え、いりますかそんなサインっていう。そのサインは誰が出してるんですか。ベンチから。あ、ベンチからそうしろっていう指示が来る。そうそうそう、このどれかのうちのサインが来るわけ、はい、へ、で三塁になったらこうやってキャッチャーこうやってやってるじゃん前で、はい、うん、でそれはその全員に、はい、ファーストランナー走ったらこのプレーでいきますよっていう。へー、あ、周知してるわけですね。そうそう、うん、だってよ、はい、そのまま間髪入れずに投げて、うん、盗塁ってアウトにできるかギリギリラインでやってんのよ、はい、そんな三塁わざわざ一回見てから投げてアウトになるわけないじゃん、うん、そうです、ね、ファーストランナーがわざと挟まれようって思ってない以外は、うん、なのに投げるんでしょ、はい、ミス起きたらどうするの。そうですね、それがこの前起きたのよ、はい、阪神、うん、梅野、はい、あ、
の一三塁で、うん、あれどこのチームだったっけ、どこのチームかちょっと忘れちゃったけど、はい、甲子園で一三塁でファーストランナー走ったの、うん、で梅野は一回しかも義頭も入れて三塁振り向いて投げたの。へー、でもうタイミング全然セーフ、はい、でボールが若干三塁側にそれて、でショートの中野がノーパンだったけど、はい、ちょっと三塁ランナー気にして、うん、取れなくてエラー、はい、タイムリーエラー、わーお、うん、それ何の意味あるんですかっていう。そうですね、だってよ、うん、全然もう見て投げたらセーフなの、うん、その見て投げてセーフなのに投げる意味あんのっていう、うん、そうですね、うん、だってセーフなのによ、はい、ミス起きて1点入んじゃん、うん、その前の阪神戦みたいにね、はい、でプラスアルファ、うん、右バッター立ってたら、うん、そんなちょっと見るだけじゃ、はい、ランナー見えません。そうですか、立ってからバッター、まさそうですよね、うん、ボールによってこの一瞬一瞬で分かる、はい、まあ、確かに分かんないですね、うん、ただ三塁ランナーに、はい、まあ、この首振って牽制っていうかね、うん、ケアしてるよっていうのを見せるだけなんだけど、はい、そんなのをあのもうがっつりやってても、はい、だからもう俺とかもう見てないもんね、もうこれだけもうやんない、だってミス起きるから。そうで、しかも盗塁させないからあっちの。そうですよ、そっち刺すのがやっぱ第一優先ですよね。そうそう、でそれだったらね、ダブルスチールされるのが怖いんだったら、はい、もうピッチャーカットとか、うん、ノースローにすればいいじゃんっていう、うん、そんなサード見てから投げてもさせないよっていう。そうですね、うん、よっぽどゆっくりスタートしてきてくれなきゃ、うん、なんかその一つの動きによって全部が崩れることがね。そうそう、だからもうベンチの保険としては、うん、三塁ランナーをホームに返さない、はい、ダブルスチールさせないっていう、はい、ことをもう重点的に考えてるわけよ、はい、でもそんなことしたらセカンドさせないのね、うん、それ理解してないのかなっていう。そうですね、えそれ見てあなたさせますっていう、うん、そんなゆっくり見てから。そうですね、うん、そしたらまあ2、3塁になることとかの可能性が高くなりますよね。そうそう、だからそれだったら別にダブルスチールされて3塁ランナーホームに返すぐらいだったら2、3塁でいいと思ってんだったら、うん、そんな絶対アウトにならない作業してミスが起きて1点取られるより何もしない方がいいじゃん、うんうん、そうですね、それかダブルスチールを確保の上でセカンド差しに行った方がいいじゃんね、うん、ここはダブルスチールないって言って、はい、でそれ判断するのがベンチなのに、うん、なんかもう中途半端な作戦、うん、もう俺だったらあのサインないね。確かにやっぱ中途半端ですね、どっちつかずのサインですね。そう、何も得ないの。うん、確かにアウトにもできないし、うん、ミス起きる確率高い、右バッターだったら三塁ランナーはキャッチャーほぼ見れないし、うんうん、下手したら三塁ランナーからもキャッチャーの顔は見えません、うんうん、はい。そうですね、うん、確かにいいことないですね、うん、でもやんのよ、はい、でこの前のタイガース戦もそれでミス起きて1点入ってんじゃん、うん、意味わかんないよね、それでやり続ける。そう言われるとそうですね、うん、保険ばっかり効かして、はい、旨味がないのよ、うん、だからリスクの割に旨味がない、はい、であとは、はい、最近思ったのが、うん、あのオールスターの、はい、あのバント、この間ね、うん、セリーグがね、はい、その勝つためにって、うん、メットライフドームで行った第一戦に、はい、あ見に来てたじゃん。行きました行きました。俺手振ってるの見えた。手振ってるのは見えなかったんですよ、うん、私あの相談機を持ってなかったんで、うんうん、友達がずっと里崎さんを観察してたんで、うんうんうん、俺だから聞いてから LINE が、はいはい、これ手ずっとかって振ってあげてたの。で手振ってるよって言われたんですけど、うん、その時見てなくて。まあずっと放送してるからね。そうそう、結構ねチラチラこう確認してたんですけど、うんうんうん、でも里崎さんがあお茶飲んだとか言ってましたよ。選手と里崎さんを常に観察してるっていう。私のお友達がね、はい、だからその時も、はい、あのバントして、うん、ノーアウト一塁で、はい、で2、3塁になって、うん、でそれで決勝点で、であれだ9回だね、はい、9回表に、うん、ノーアウト一塁 で中村がヤクルトの中村がバントして、はい、で2、3塁になって、うん、で近本申告敬遠して、そうでしたね、うんうん、パリウガーがね、はい、で押し出し、はい、の、はい、あの1点三振取って2アウトまでになって、はい、で押し出しで1点入って、はい、それでセリーグが勝ったんだけど、はい、まあ美化する人はいっぱいいるけど、うん、選手の立場からすると、うん、えバントなって思っちゃう、うんうんうん、だからオールスターで30年ぶりかなんかだったんだよね、そのバント、オールスターのバント。あそうなんですか、うん、でもオールスターでバントさんいるかっていう、ま、だって大げさに言うとよ、うんうん、あそこでもし中村がヒット打ってたら、うん、はい、まあ MVP は俺は菊池だったと思うけど、はい、まあ、関東賞とか、うん、優秀選手賞の100万円は、うん、多分もらえたと思うの、はい、あそこで中村がタイムリー打ってたよ、うんうん、バントって何もなんないじゃん。で別にそうよ、うん、セリーグが勝ったところで、うん、パリーグが勝ったところで、はい、別に何もくれるわけでもないし、うん、何もないわけでしょ、はい、でしかもね2試合するわけでしょ、うんうん、でまあ別に負けてるわけじゃないじゃん、うん、
それだったらもっと初回からバントとかすればいいじゃんって俺は思うんだけど、うん、いやもし家族とか、はい、バッターの、うん、えって思わへんのかなっていう、あとヤクルトファンの人とか、うん、えって思わへんのかなっていう、うん、俺バッターだったら、うん、わざと2回ファールしてるかもしれない、あーバントしないために、うん、うん、そうですね、うん、いやでも確かにファンとしてもやっぱりちょっとバントだけだと寂しい気持ちはありますよ、うん、やっぱ打ってほしいって思いがありますからね、うん、しかも、うん、最初で最後のオールスターかもわかんないじゃん、うん、まあ、その毎年確実に出れる保証ないから、はい、その選手が、うん、ね、今回は中村だったけど、うん、中村じゃなくても、はい、その選手が最初で最後のオールスターだったかもわかんないじゃん、うん、ってなった時に、うん、んって思うよね。そうですね、だから俺はもうオールスターでバントのサインはなしでいいんちゃうかって思う。うーん、まあ確かにそれはありますね。あのロッテもサブが、サブローが初めてオールスター出た時に、はい、打席に1回も立たなかったらしいのね、はい、え、なんでですか、わかんないけど、え、はい、え、それもどうかしてるぜって思うの、その監督は、はい、うん、その通り誰か知んないけど、はい、いや、オールスターに出場したら、うん、今回のね、はい、浅村とか、うん、マー君とかちょっとなんか副反応で出れないとかね、うん、はい、怪我してるとかだったら話は別だけど、健康状態万全で出れる状態でオールスターで1打席も立たない選手がいるとか、そんなことあるんですね、あったみたいな、へ、うん、だからそれもどうかと思うよっていう。そうですね、うん、だいたい今回のオールスターに関しては全選手がほぼ2試合全部出て、両方とも出るようになってましたね、変わって、うん、だからね、はい、そういうのも考えても、うん、やっぱ出た選手はね、うん、みんなスターだからさ、はい、そういったところも、うん、まあ賛否両論あると思うけど、うん、俺はなしでいいんちゃうかっていう、ああ、まあまあそうですね、うん、そう思う方も多そうだなとね、うん、思いますね、うん、でも私もいらないなと思うさんやりますよ、あんの、見つけました、じゃあ言ってて言ってて、デンジャラスサイン、いやそれはいるで、いります、いるいる、デンジャラスサインはいるで、デンジャラスサインって皆さん分かりますね、あの目、ね、動画ね、あ、分からない人はここの動画あるんで、はい、まあ見てもらったらいいと思いますけども、いや、どう考えてもいらないでしょ、いるよ、いります、超必要だよ、だってそのサインを出してもそれができないピッチャーもいるわけですよ、いや、やらすか、だってついてきたのは成瀬投手だけだったって言ってましたよ、そのデンジャラスサインに答えられたのは成瀬投手だけだったって言ってたんで、うん、できないピッチャーが、松本光大も、あ、できました、うん、うん、でも限られてるじゃないですか、そんだって頻繁に出さないから、あ、まあそうですね、デンジャラスサインそんな頻繁に出すもんじゃないから、でもデンジャラスサインを出していいことあります、うん、あるよ、舐められたら終わりだから、ね、それ完全に佐藤さんの気持ちの問題じゃない、違う、もう気持ち大事じゃん、まあ、気持ちは大事です、チームもそうだ、舐められたら終わりだから、こっちもやられてんだから、そうですか、舐められたら終わりだから絶対必要、デンジャラスサインはもうこの世の中で一番なくしちゃいけないサイン違うと思いましたよね、いやいや、もうそういうのがあるっていうだけで抑止力になるから、いや、こっちはいつでも行くよと、はい、うん、だこっちから、だからもう、うん、選手防衛だから、はい、こっちから攻撃することないよ、ああ、まあまあそうですね、攻撃されたらいつでも行くぜっていう、あ、そんなも引かないよと、はい、了解審判されたらもう打つぜっていう、はい、もう俺はもう怖なんで、いや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 、自分たち守るのが最優先だから、うん、そうですね、うん、だから自分から攻撃行かない、うん、はい、選手防衛だから、うん、来たらもう、うん、あの集団的自衛権発動しますっていう、されたらやり返すよってことですね、そうそう、やりたらやり返す、デンジャラスサインだネットじゃ言えないからライブやるんですよ、残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよね、ぶっちゃけすぎですよね、使いどころが違うんやーって強制送還です